皆さんこんばんは、タチコです。今日のニュースは、2026年から少子化対策として毎月500円の徴収が始まることに、岸田総理は増税じゃないと話しているようなので、それについて見ていきます。記事はこちらで、隠れ増税、子育て支援金500円弱徴収、事実上の増税と批判も、岸田総理、増税ではありませんということで、岸田総理は少子化対策の主要な財源の一つとして創設する支援金制度の国民負担について、医療保険加入者の負担額は月500円弱になるとの見通しを示しました。これに対して野党は事実上の増税だと指摘、ネットでも批判の声が相次いでいます。岸田総理としては、歳出改革と賃上げにより負担軽減の効果がある、実質的な負担は全体として生じないとしました。増税ではありませんと論戦が繰り広げられました。はい、なんか増税じゃないとか言ってるみたいですけど、まあどう見ても増税ですよね。しかもその理由の一つに賃上げが入っているのも、これめちゃくちゃ恐ろしいですよ。だって増えた賃金は国が吸い取りますよって言ってるんですからね。まあ、まさに異次元の少子化対策です。まあ、そもそも少子化の要因は経済的な問題が一番っていうのはアンケートでも出ているように、まあみんな生活でいっぱいいっぱいだから子供を産んだり結婚しないわけですよね。まあ、なのでまず必要なのは賃上げや物価高の抑制、まあ、あとガソリン税などを下げたり、まあ、いろんな方法で可処分所得を増やすことが先で、まあ、それにプラスして捻出できる財源の中からサポートしてあげればいいのに、なんかいきなり国民からぶん取るって、まあ、頭おかしすぎますよ。だってこの1兆円がなくても 2.6 兆円あるんですよ。それで支援できるでしょって話です。で、今出てるプランなんですが、支援金制度は医療保険料に上乗せして徴収する仕組みですが、政府関係者によりますと、2026年度については6000億円を徴収する方針を固めました。2027年度には8000億円と段階的に額を引き上げ、2028年度には1兆円を徴収するとしています。まあ、はい、ということで、まあ最終的には1兆円になるんですけど、これなんで1兆円の増税をしようとしているか、皆さんわかりますかね？その答えがね、こちらです。財務省は2日、国の借金である国債の返済と利払いを合わせた国債費が令和9年度に34兆2000億円に達し、6年度予算案と比べて7兆2000億円増えるとの試算を発表した。償還期間10年の国債の金利が6年度の 1.9% から9年度は 2.4% に上昇すると仮定した。借金の膨張と金利上昇が相まって負担が増し、財政運営が一段と困難になる恐れがある。9年度の税収は80兆8000億円で、歳出全体を賄えない。政策に必要な経費を借金に頼らず、税収などでどれだけ賄えているかを示す国の一般会計の基礎的財政収支は1兆円の赤字となる。はい、つまり今回の1兆円の増税は、財務省が勝手にあと1兆円税収が欲しいって言ってるからなんですよ。まあ、それをまんま岸田さんがね、実行しようとしてるだけなんですね。ひどいことしますよね、ほんと。一応ね、口実は少子化対策になってますけど、まあ、これは消費税増税の時と同じで、社会保障費のためって言ったら反対しにくいでしょみたいな。まあ、財務省がよくやるいつもの人質作戦ですね。そんな財務省からレクチャー受けているテレビも同じように、少子化対策のためなんだからしょうがないっていう論調になってますし、増税がダメなんじゃなくて、素直に増税するって言わない岸田さんがダメなんだっていう謎の批判を繰り広げてますからね。いや、そもそもする必要ないよねとか、増税以外の方法もあるよねとか、そういうことは一切言わずに、増税ありきの財務省の思惑通りの報道をしてるんで、もうどうしようもないですよ。まあこれはいつものことですけど、今回もね、財務省は一般会計債務だけで、まあ、財政危機だって説明してきてますよね。まあもちろんこれ当然、政府には一般会計の他にも、多くの特別会計や政府関係機関予算があるわけなので、まあ、よく言われるバランスシートで見る必要がありますよってことです。まあ、例えば余剰金とか繰り越し金の部分を見ても、23年に繰り越した額は約18兆円もあって、22年の余剰金は9兆円もあったんですね。まあ、そういうのを考えたら、まあ、今回のこの1兆円の増税って何なのって話で、まあ、そもそもこんなことをする必要ないんですよ。それでもね、岸田さんはやるって決めちゃったので、いや、ほんと異次元すぎです。で、さらに異次元なのが、この増税の対象者でして、少子化対策の財源確保のため、公的医療保険を通じて集める支援金制度をめぐり、政府は現役世代を含む74歳以下の医療保険の加入者に対し、事業主の負担分も含め、全体の 90% 余りの負担を求める方向で調整を進めています。ほんと容赦ないですし、異次元すぎますよ。まあ、一個だけね、明確にわかるのは、岸田さんが少子化対策する気がないってことだけです。ほんとやばすぎますよね。まあそれに経済的に見ても増税って言葉だけで経済成長の足を引っ張るのは今までの岸田政権を見てもそうですし、実際に増税した安倍政権を見てもそれは明らかで、景気を上げて賃上げもしていくならこのタイミングで絶対増税とかやっちゃダメなんですよ。
減税したり負担を軽減するような政策を出して後押しすればいいんです。景気が上がれば結局税収も増えるんですからね。なので少子化対策のスタートとしては、とにかく可処分所得を増やせってことなんですけど、これに関してもね、懸念事項が今出てますよね。それが今中東で起きてる風刺派やイランの動きですね。日本関連の船も拿捕されたりして、米英は基地を攻撃したりしてますよね。これもし対策しなかったら確実に物価上がりますからね。日本の物資はほとんど海から来てますけど、今風刺派のせいで船関係のいろんな保険料が上がっていて、危険度が増したことで当然人件費も上がり、船の賃料もね、上がっています。で、迂回するって話出てますけど、そうなればもちろん燃料費も上がるので、これが続けば必然的に物価高になるんですよ。そんな時にですよ、国民からお金取ってる場合ですかって話です。順番もやってることも全部ずれちゃってますし、脱炭素に何兆円も突っ込んだり、各国のお金ばらまいたり、そんなことを使うお金あるなら、今すぐ風刺派対策にお金出して協力した方がよっぽど少子化対策になりますよ。もし風刺派対策ミスったら、可処分所得に直撃しますからね。それによって少子化加速したら、今度は外国人がもっと必要だとか言い始めますよ。自分たちがやった政策がうまくいかなくて、それをカバーするために、今度はまた違う政策やって、それによってまた国民の負担が増えるっていう。いや、これどれだけ無能なんだよって話です。もうね、これとにかく早くね、総理変わってほしいんですよね。批判されても世界一低い支持率になっても、聞く耳持たずに走り続けるだけですから、そんな国にね、いい未来なんて来ませんから、ほんと早く変わってほしいです。はい、ということでね、今回以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。